カプセル剤カプセル剤とは、粉状、液状などの医薬品等をカプセルに充填するか、カプセル皮膜でひつつみ成形した製剤である。前者を、高カプセル剤、後者を、南カプセル剤という。医薬品のみならず、いわゆる健康食品、サプリメントの材形としても選択されている。なお、カプレット剤は、カプセルの形状、サイズを模した錠剤であり、カプセル剤ではない。 高カプセル剤の例、何カプセル剤の例一般的にカプセルと言われているもの。円筒形のボディとキャップからなり、中に粉末状や火竜状の医薬品を充填してある。近年のものはボディとキャップに凹凸を作りそれを噛み合わせることにより容易に外れないようになっている。カプセルの原料としては、ゼラチンやヒドロキシプロピルメチルセルロースなどが用いられるが、 強度などの面からゼラチンが最も使われている。ゼラチンのカプセルそのものは無色透明であるが、酸化チタンを加えて不透明にしたり、着色料を加えたりしている。カプセルの大きさは合数で表され、容量 1.37ml の0005から容量 0.13ml の5号まである。ゼラチンに過素材としてグリセリンなどを加えてシートにしたものに、 医薬品等を挟み込み、圧着成形したもの。球形、楕円型などの形状のものがある。油状やペースト状のものを入れることができる。高カプセルに比べると、被膜重量にばらつきが出やすいが、内容重量にはばらつきが出にくい。服用する際には水を十分に取る必要がある。水はカプセルの崩壊に影響する。また、水の量が不十分だと、カプセルが 咽頭などに張り付くことがあり、粘膜が高濃度の医薬品にさらされて海洋が生じる。カプセルを外して内容物を服用することは絶対してはならない。複数の種類の下流を組み合わせている製剤の場合、それぞれの下流を当分に分けることは困難であり、服薬しても当初の効能が望めなくなるだけでなく、思わぬ副作用が発現する原因ともなる。ありがとうございます。